はい、私の今日のハッピーポイントをお話しいたします。今日つぼみ組さんでは新聞紙遊びの方を行っていきました。でこの前あの年少さんで新聞紙遊びしたらこういう楽しいことがあったよってことでお話があったので、つぼみさんどうかなっていうふうに思って今日やってみたんですけれども、あのすごいもう一面新聞紙になるぐらいいっぱい使ってビリビリ破いたりとか、で以前にも新聞紙遊びつぼみさんやっていたので、あの そのことを覚えていたみたいで、あのこの前のこれやってよって言って、あのロッカーに新聞紙かけてカーテンにしてみたりとか、あとはおじいさんとおばあさんの集いでもあの新聞紙遊びやったんですね。でその時のことを覚えてたのか、お花って言ってあの作ってもらった形を自分なりにあの作ってお花って言って見せてくれたりとかっていうのが見られて、すごいすごいなっていうふうに思いました。ですごい それくらい楽しんだので、やっぱ一面新聞紙だらけだったので、はあ片付け大変だなって大人は思うじゃないですか。そしたら子どもたちあのブルドーザーって言って、こう自分たちでこう雑巾がけみたいにブルドーザーって言ってやってくれたりとか、もうすごい綺麗に子どもたちが一生懸命やってくれて本当に嬉しかったです。である男の子がいつも片付けしようって声かけをしても、なかなかこう片付けが難しかったりとか遊びに夢中だったりとかしてできない男の子がいたんですけれど、今日はもうすごい張り切っていて、お片付けだよってお友達に言ってたりとか、で自分も自分でお片付けちゃんとやってくれて、最後まで本当ちっちゃいこんなちっちゃい新聞紙まで見つけて、あのごめんあったって言って見せてくれて、で今日はすごい頑張ったねっていう風にあの褒めてあげたら、すごいやったーって言ってこうやってポーズ取ってて、すごい可愛らしかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。